スターオーシャンの世界観、これもともとトライエースが考え出した世界観なんですが、もともと初期の段階から、いくつかの連なった話として作りたいということで始まったシリーズものの一つです。で、初期の段階、一番最初は任天堂のスーパーファミコンというマシンの方で、第一作が作られたんですけれども、その頃のスターオーシャンというのは比較的 SF という要素よりもファンタジーという要素の方がひどく強くて、これは逆にこちらサイドの方から、一番最初の初出の RPG であるというところから、ちょっと SF よりもファンタジーの要素を強くしてくれという要求をしまして、サイエンスフィクションというよりもサイエンスファンタジーという形の色濃い形としてスタートしたのがまずスターオーシャンの始まりです。で、その後セカンドという形で、この段階でだいぶ SF の要素としてのサイエンスの部分が強くなった世界観で、この頃になるとだんだん銀河連邦とか、全体を取り巻くそのスターオーシャン世界の SF 的な要素がどんどん強く現れるようになっていったんですけども、今回のティルズ・エンド・オブ・タイムで、3作目ということもあって、もう SF にしていいよと、もう好きなように SF にしていいから作りましょうという話になったところ、本物の SF になってしまいましたというのが今回のスターオーシャンで、特に世界観的な作りも、制作者サイド の, そのサイエンスフィクションへの思い入れ、世界観への思い入れというのが非常に今回の作品が色濃く出ている。比較的そういうところでストーリーベースは、ちょっとマニアックな要素もあるんですけれども、一番制作者が伝えたかったお話になっているのは今回のスターオーシャンのティルズ・エンド・オブ・タイムではないかなと思います。キャラクターについてですけれども、比較的スターオーシャンシリーズ通じてそうなんですが、割と普通の人が主人公になっているというケースが多いです。特に今回の主人公のフェイトというのは学生で、比較的自分のことをそれほど、自分が何者であるかということも知らずに、どちらかというと巻き込まれていくような形でストーリーがスタートするというところで、キャラクターとしてはすごく平凡なキャラクターであるにもかかわらず、やがてその自分自身に隠されているものにだんだん気づいていくと。で、ソフィアというキャラクターは、フェイトと恋愛感情があるかどうかというのはちょっとわからないんですけれども、かなり、フェイトのことを慕った状態になってます。で、当然フェイトの方もソフィアのことはひどく大切にしているという、その関係にある2人がある意味で引き裂かれる状態からストーリーがスタートしているので、ある種、2人の行く末、どこで出会ってまたどういう風になっていくのかなというところも、キャラクターの性格なども合わせて見ていただければと思うんですけれども、音楽に関してなんですけれども、今回のスターオーシャンではかなり特殊なシステムを使ってまして、内部音源を使わずに、ほとんど生音に近いぐらいの音質で、記録された音を再生できるようなシステムを使ってます。そのためにかなりいい音が出せるということで、今回作曲をしていただいている、これは1からずっとやっていただいているんですけども、桜庭元井さん、こちらの方の作曲を、オーケストラであったり、生バンドであったり、実際にその生音で録音したものをそのままダイレクトに出力するような形で使ってますんで、その辺もその音響システムとして音楽をゲームをしながら十分楽しんでいただけるっていうところが今回の魅力の一つじゃないかなと思ってます。加えて今回ドルビープロロジック2というシステムを使っています。これはそれぞれの音源の位置がオブジェクトに貼り付いたような形で、特に今回カメラを回せるというシステムを持ってますんで、5.1 チャンネルのステレオスピーカーのシステムを持ってらっしゃる方でしたら、スターオーシャンのゲームをやりながら、例えば戦闘の攻撃音が後ろの方から飛んでくるだとか、あとフィールドを走っていれば滝の音がぐるっとカメラを回すことによって回って表現されるとか、そういった立体感のある音響というのも楽しめると思いますので、フル 3D というのは今回スターオーシャンでは初めてやった表現の仕方になるんですけれども、これはやはり制作者も一番苦労したところだと思います。特に3D になるということ自身が単純に 2D から、高さが入るというだけではなくて、かなりその苦労するレベルというのは、3倍にも4倍にもなってしまうと
というところがまず 3D の大変さの一つ。ただ 3D になったおかげで、まあ、ゲームの深み、街は街としてぐるっと回せることによって立体物として認識できますから、プレイヤー自身はその街の中に実際に動いているような錯覚を覚えるのではないかというのが一つ。あとはよく見るとその 3D でありながらいろいろなところのオブジェクトが例えば風になびいていたり、煙が流れていたり、まあ、葉っぱが散っていたりというものすごく小さいところなんですけど、よく見るとあらゆるところに書き込みがされているというのが分かると思います。これを 3D でやってかつ回転させてっていうのが今回のスターオーシャンのグラフィックの見た感じの、緻密さを表している一番いい点だと思いますので、その辺がその今回スターオーシャンをプレイされていて、まあ、その世界の中にこう自分自身を投入できる、一番いい、きっかけになるんじゃないかなと思ってます。ビジュアルコンセプトなんですけど、まず一つは時代背景というのは地球の今の年代からかなり先の年代であるということが一つあります。でかつ、1と2という世界観があったので、まあ、例えば宇宙船のデザインにして1、まあ、一番最初のオープニングで現れるんですけれども、1の時代、2の時代、3の時代で宇宙船が変化していくというところも、そのエンジンの大きさですとか、あとは宇宙船全体のフォルムみたいなものが、まあ、時代背景によってそれぞれ違ってるんだよという、まずそういうところが意識されて作られています。であとは今回後半の方になってくると、全くその人の文明とは異質なものが出てきたりします。そこの文明の中での表現というのは当然人間が認識しているようなものとはだいぶ違った世界観だとか、おそらく価値観みたいなものもある世界になりますので、当然見た感じのそのビジュアルというものも今まで見ていたものとは全く違うビジュアルの世界が広がると。だから当然その中にも惑星、いくつもの惑星が出てきて、惑星単位によってもそれぞれの文化形態が違っていて、それぞれの文化形態によって、まあ、適正な建物が建っている、まあ、その辺のその、まあ、世界の違いによるビジュアルの違いというのも見ていただければなと思います。スターオーシャンというシリーズとは関係なく完全に独立したお話になってますんで、まずかなり壮大なドラマが展開しますので、ドラマ性の部分をまず見てください。自分自身が、まあ、RPG はなりきりのプレイなので、自分自身がフェイトになった形でまず物語の中に入っていって、でそのうちにそのこのティルズ・エンド・オブ・タイムの世界がどうなっているのかということをまずお話として見ていっていただいて、その中では、まあ、いつまでも遊べる戦闘システムもありますし、アイテムクリエーションという、まあ、とてもそのミニゲームとは呼べないようなものがメインの中に組み込まれていて、それらがそのプレイヤーへの、見返りとして全てアイテムが作られていくというシステムそのものは、どの部分を、やってもそれぞれプレイヤーのプレイにつながっていく要素になっていると。つまりとにかくゲーム全体が遊びの要素でいっぱいになっているというところを、楽しんでもらえればと思います。で特に今回初めてティルズ・エンド・オブ・タイムをやっていただくユーザーは、まずSF が例えばひょっとしたら苦手っていう方もいるかもしれないんですけども、そういうところをまず度外視しても、ゲーム、最近のゲームというのは特に、話を進めていくだけという形態が割と多いかと思うんですけれども、中で自分自身でいろいろ遊びを工夫しながら、好きなように、まあ、ある意味でゲームとしての自由度を保った状態でストーリーを進めていくと、そういうゲーム本来の遊び方をやってもらえればなと思ってます。